います。何事じゃ。織田信長が攻めてまいりました。ついてまいれ。くそ、どういうことじゃ。武器を捨てろ。構うな。行け。織田の砦を。殿自ら砦を壊しておるそうで。一体何を考えておられる。砦を壊したら浅井に攻め込まれるだろうが。すぐだろ。せーの。よし。殿、浅井長政殿が。ここで待て。ちょっと行ってくるわ。はっ。信長殿、まさか父上の言葉を受けて。まあね。しかし砦を壊すとは。織田は浅井さんを攻めたりしない、戦もしない。だったらあんな砦もういらないんじゃないかなと思ってね。妹君を思うお気持ちといい、この砦といい、あなたは実にそこが読めない男だ。しかしそのお気持ち、しかと受け止めました。ありがとうね。うん、うん。よろしく。はい。じゃ。大成功。うわー。